より、チーム合併の発表に対するご好評をいただきたく思います。山本様、よろしくお願いします。生活の党と山本太郎と仲間たち、兄弟を皆さん、皆さんと申します。よろしくお願いします。おそらく今日、私の皆さんの方は、僕よりも政策については、もう少し正しいかなと、どうなんじゃないかなと思いますけれども、怖がらずに何も言っていいだろうと言いたいと思います。チーム発表の皆さん、なせます。なるほど、本当、小さい時から言われて、いいですね。子供時代、一番嫌いなことは。本当に、何を言ってもなせばなんですから、はいはいという気持ちだと思います。今、僕の中では、一番近くの皆さん、一つです。そのイエスにこう精神精神が皆さん皆さん全然非常に非常にご興味させていただきました。で、なかなかですね、自分自身が少年の方が一番引き寄せやすいやすかった自分自身が9年生産の3番コミュニティ支援支援なんですよね。この空き家を改造支援した月支援支援支援そしてじっちゃばっちゃばんちゃばんこの2つに自分自身は興味を持ちました。まあ何ですかね、どんどん加速していくところにどうやって人を呼ぶんですかというところが、日本全国でいろんな自治体でのテーマになっております。これ徳島県の神山でしたっけという地域で今生活してるとすれば、アーティストのレジデンスです。要はアーティストを呼び込んで、そこにすぐ見せ回りながら、いろんな作品を作るとか、できたものを展示して、未来を合わせた上で今の政策に対して若い方々の何もない意見
で自分たちがこういう制限宣言するんです、させてやろうというのを考えていただきたいなと、いろんなことが頭をくるくる駆け巡るような素晴らしいチームカップデーのプレゼンテーションでした。ありがとうございました。